じゃあ火をつけます。はい。じゃあちょっと食材を紹介していこうかな。はい。まず最初はホタテ。これ結構美味しそうじゃない？多分味がついとんじゃないかな。大きい。あと金目鯛。大きい。これも立派よ。あとお肉。これも美味しそうじゃない？そう。このお肉はどうしようか。アリ系黒毛スパイスいく？いく？で、あと出たうなぎ。1980円が半額。やりました、捕まえました。これをさあどうしよう。まずホタテ入れようか。これ時間かかりそうだもんね。ちょっとこれにじゃあちょっとお肉も入れていこうかな。今夜の10時過ぎ、うん、ちょっと遅くなったね。遅くなったね待ってましたこのままでいいんかな。ねえ、フライパンとかだったら蓋するからね。ああ、なんか汁とか入れたくなってくるからね、これ。うん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 。醤油とか、たくさんでいっか。ああ、でもどうだろう、うん、暖かくなってきたら、もう醤油を入れてみようか。うんうん。今日あまりに記録は使わんけ、もしかしたら雨の中事故ったんかな。車がよう出てくる、うんうん、あそこの前で、俺の前にね、2台車を持って右折したいの、うんうん、そしたら、そっからもう50ぐらいとかのおばちゃんがバーってそのまま、俺後ろから勢いのように出てきてから、え、すげえ危なかった。見てなかったんかね、あっち。じゃあ右折した、右折したで、はい行こうってなったんだよ、多分。その俺が後ろ、勢いのって見てなくてから、クラクションとか鳴らす暇もなくてから。ああ、そんぐらい。そうそう、なかったね。あと10センチとか。10センチ、10センチは言い過ぎだ。30センチはあった。それ、おばさん気づいた途中。そのおばちゃんもう急ブレーキなんだけど、はあ、もう道路に飛び出しておるけ、うんうん、お互いの右の前側に当たるような感じだったよ。へえ。で、まあまあまあ、それはね、不注意じゃけええじゃん。おうおうおう。まあええことはないけど、不注意じゃけまあしょうがないじゃん。おうおうおう、ある意味ね。おうおうおう、まあ、そういうことはあるって、うんうん、だけど一番ね、そのおばさん、おばちゃんがどうかなと思ったのが、うん、普通そんなになったら自分が飛び出し飛んでけ、こうちょっと会釈するじゃん、すいませんみたいな感じで。おうおうおう。おばちゃんなんか車の中でね、ニヤニヤしとるんよ。なんか苦笑いっていうか、そんなことある。そうそう。いや、でそれでいや、それはないじゃろうと思ってから、いや、当たらんかったけどよかったみたいな感じ。いやいや、ああやってしもうたみたいな感じで、なんかもうこっちと目も合わさんのよ、車の中でから。ああ、自分が悪いことした、悪いことしたっていうか、あれじゃん、分かっとる系じゃん。分かっとる系多分できんもんだと思うんだけど、怖かったんじゃろ、こう見るのが。なんかね、いやでも車の中で、あんたせめて会釈するとか、なんか自分が事故りそうになったんだろうと思ってからね。ええー、怖。なんか普通あるじゃん、そういうのが。うんうんうん、あるある。なんかちょっと今日硬すぎたかも、ご飯。ええ、ね、なんか悪いなっつってから、なんかこうね、うんうん、なるのが普通じゃないのと思ったんだけど。ね、あ、タレ、前のやつがあるかも。あ、見て、わ、すげえ美味しそう。ここ、醤油垂らしてみる。垂らしてみる。どっちの醤油がいい。ここは魚屋さんちの醤油かな。失敗しちゃう、元気お願いしよう。あ、これタレ。あ、ありがとう。やばい、肉をひっくり返すの忘れてた。あー、ほんまじゃ、すっかり忘れてた。そうだ、ここにちょっとお醤油をイン。わー、美味しそう。イン。あんまりかけすぎるとね、ちょっと辛くなってきて。もう一個のご飯がこれです。うなぎご飯、うん、うな丼、うん、いやこれ美味しそうじゃん、すごい、うん、ちょっと贅沢じゃね、今日はね、うん、
半額のうなぎがあってよかった。ミニじゃない、ミニミニうなとミニうなと、あのね、半額のね、うなぎが2つあったよ。で、どうしようかなと思ったけど、悩んだ末に1個にしてしまった。いや、1個でよかったんじゃない？1個でよかった、うん、よし、じゃあこれをいただきますよ。はい、じゃあ、うなぎこれは美味しそう、うん、まあ、美味しい、美味しいね。すごいうなぎの味がする。久しぶりに食べた。うん、肉も良さそうじゃない。わあ、いや、美味しそうね。ね、これも結構柔らかそうだね。クロスのスパイスかけちゃう。かけちゃう？かけちゃう。じゃあいただきます。はい、うん、おいしい。おいしい。どこに帰った？これはね、中央フード。あー、よし、ちょっとこれ。わー、大変。わー、ありがとう。金目玉いってみようか。意外と多いようで少ない感じだったね。こっちから焼くのかな、こっちから焼いたらいいのかな。とりあえずこっちから焼こうか。いや、何から手をつけたらいいものか迷うね、これ。ねえ、うん、美味しそう。うん、美味しいよ、お肉。うわー、うん、贅沢。ハモ焼けたかね。ハモ、ハモええかね。うん、ついたらこれだ。難しいね。あ、いけるか。よいしょ。それ。ああ、あれま。やばい、崩れた。それ。やばいやばいやばい、顔が。あれれれ。ホラーになった。しょうがないね。美味しそう。ああ、久しぶりにゆっくり食べたんじゃない？ねえ。ねえ。今日はベッドが2人ぐらいおるかも。中くらいのと一番ちっちゃいのじゃろ。その組み合わせじゃないんじゃ。大きいのと中くらいの。うん。正解。そうだね。大きいのとちっちゃいのが一緒に寝ることはありえんもんね。うん。今までの経験上。うん、ないね。とんかつもいつの間にか4個まで増えたし。なんか海苔巻いたりしようだよ。どれに？4号に？そう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 。前海苔巻いちゃった。うん、折り紙で。うん、あんな感じになったんだよ。1号と2号が服があるけ、うん、かわいそうじゃんっつって。なんかでもいつもね、うん、ご飯自分が食べるときにね、うん、まず最初こうすくうじゃん、うん、すくってからこれがとんかつとしたらこうやってやった後にこうやって自分の口に持っていくじゃん。あ、あげろあげろ、食べさせてあげる儀式っていうか、あげろあげろ、あれちょっと可愛らしいけどね。自分がお母さんみたいな感じで面倒見てあげてるっていうのがあるんだろうね。うん、ほんま、うなぎもう一匹あってもよかったほんと。ああ、食べられるだろ。ちょっとずついろんなのがあってよかったけどね。ああ、うなぎ2匹にしたら半額の意味がないじゃん、結局その金額払ってるけ。そうなんだね。よし、これ焼けましたよ、うん、あ、どうぞどうぞ。これはね、こっちをもらおうと思った。ん、そうなの。うん、そう。わ、いける。あ、いけた、いけた。あ、顔が、ありゃ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 、残念なことになった。あらららら、お肉食べちゃいます。なんかうっすらと味がついとるわ。何？この干物。あ、
今ごろついてないって言ってた塩味だ。キャラメルちゃんの部活動の話してましたね。え、誕生日会どうするってずっと話しちゃったんです。練習見てなかったちゃんと。うん、そうかそうか。あれはおやつクラブ。おやつクラブ、うん、おやつクラブね、なんとね、うん、明日も集合します。明日もまた集合。おやつクラブの YouTube チャンネルの話はどうだった。いや、したんだけど反応は薄かったかな。意外と主婦3人が集まってダベットルだけって面白いかもしれない。いや需要なさそうよ。その子供ができて、うん、まだその幼稚園とか行ってないぐらいの、でも家にまだおらんねえけんぐらいの人が家事とかしながらそのついでに聞いてくれるかもしれない。どうかね。あ、今日おやつクラブの動画が上がったっつってから。ちなみにおやつ係だから。参加者にさ、うん、お揃いの靴履いたっとじゃろうって言われた。あら、そんなこと言われた。うん、見よる人は見とるもんだよね。え、気づいたって言って話してね。いやいや、あれは気づくじゃろうって。まあ真っ赤だったら気づくかね。